マルタ料理は、マルタの歴史を反映し、シチリア及びイングランド、並びに、スペイン、フランス、マグリブ、プロバンス、及び他の地中海料理の影響が強く示される。食料のほとんどを輸入しなければならず、重要な貿易経路の途中に位置し、島を支配する在留外国人勢力に料理を提供する必要があることにより、マルタ料理は、海外の影響を受け入れた。 伝統的なマルタのウサギの虫には国民的料理とされることが多い。マルタの歴史と地理はマルタ料理に重大な影響を与えた。食料のほとんどを輸入しなければならず、重要な貿易経路の途中に位置し、島を支配する在留外国人勢力に料理を提供する必要があることにより、マルタ料理は遠い昔から海外の影響を受け入れた。 海外の料理と味を吸収し、アレンジして受け入れた。イタリア、中東及びアラブの食品は強い影響を及ぼし、マルタの西洋派の騎士団と近年の英国統治が遠く、離れた力の要素をもたらした。騎士団はヨーロッパの多くの国々で歓迎され、これらの国々からの影響を持ち帰った。例えば、たっぷりのニンニク、ハーブ、及びトマトと魚を煮込むブイヨン。 アリオッタをマルタのブイヤベースに取り入れた。騎士団の交流と富はまた新世界からの食品をもたらした。マルタはヨーロッパでチョコレートを最初期に味わった国の一つと考えられている。イギリス軍の駐留は駐屯隊とその家族向け、後にはイギリスからの多くの観光客向けの需要を意味した。 英国マスタード、ボブリル、HP ソース及びウスターソースのようなイギリスの食品、調味料、ソースは今もわずかであるが、マルタの調理に普及している。他の輸入品は名目のみであった。マルタ語のアリアリーは外来語のようであるが、マルタでのこのソースにはアイオリソースのように卵黄は使われず、代わりにハーブ、オリーブ、アンチョビ及びオリーブオイルで作る。同様に、 マルタ語のトガンは、タジン鍋のマルタ語、タジンに関連しているが、金属製フライパンだけを意味する。ワインとニンニクで炒めたウサギ肉マルタ料理の発展には独自性に関連する多くの転機がある。最も顕著な例は、国民的料理として呼ばれることが多い伝統的、マルタ料理スタファットタルフェネクであり、西洋派の騎団が課した、飼料制限に対する抵抗の象徴を表す。 料理として始まった可能性が高い。18世紀後半に制限が解除された後、フランスの騎士団のおかげでフランスから取り入れた技術で、うさぎは家畜化され、原産種が増加して安価となったことによりこの料理は人気となった。豚肉が人気であり様々な料理に使われることは、マルタがキリスト教諸国の教会に位置することに起因する。 イスラム教徒の食文化では近畿である食品を食べることは自国と他を区別するための一種の自己識別となった。豚肉料理やマルタソーセージ材料を豚肉がほぼ独占することに加えてコラタやロスイルホーンのような料理の具に豚肉を使うことは数世紀にわたってマルタ固有の料理の監修となった。オーストリアが EU 議長国であった2006年のイベントカフェ。 ヨーロッパで代表するマルタのペーストリーにマクルウッドが選ばれた。フレッシュ、またはカシオ熟成チーズの品揃えゴゾ等のラビオリマルタの領土は狭いが地域により多様性がある。これは特にゴゾ島で見られる。ゴゾチーズ及びジャガイモやジュベナと卵、粉チーズ、トマト、アンチョビ、オリーブ、リコッタ及びマルタソーセージや他の様々な食材を 乗せた、または詰めた、フラットブレッド、フタイラゴードシュやなどの名称から明らかである。他のゴゾ島特有の料理には、ゴゾチーズの食材利用があり、例えばラビオイリで、リコッタの代わりのフィリングに使う。伝統的な復活祭の菓子、フィガラデザートや菓子には、季節の顕著な多様性がある。プリンジョラタ、クエリザムル、カーアメリータル、ハリブ、フタイラタール、ランダン、 フィガラ及びカゲイクタルゴゼルはすべて特定の季節に関連した歌詞である。カトリック教会の四順説での断食は主に肉及び乳製品が対象であるため、この期間はシーラなどの魚、同様にカタツムリの煮込み、クズメアーティチョーク、ジュベーナのフリッター、野菜や魚が人気である。青春間にパン屋はアーモンド粒トッピングが典型的な大きなベーグルも焼き、 コカタルアパシリーと呼ばれる。四旬節の通常春季に、いくつかの料理の季節向けアレンジ、例えばカスコースのような料理への新鮮な空豆の追加などを行う。11月にはゴドムたるメイハトンを作る。これはフィガラと似ているが、骨の形状に作る。ありがとうございます。